こんにちは、レオンチャンネルです。食玩のウルトラ怪獣図鑑全10種類中、まずはこの5種類を紹介しました。特にタイラントとかザムシャは色分けもかなりよくできてましたね。しかも銀河スパークでの個別音声もしっかり収録されてました。では今回の動画では残りの5種類を一気にレビューしていきたいと思います。ちなみに前回は右半分を開封しましたので、今回は左半分の5体ですね。では5体一気に袋から開封します。せーので、はい、こんな感じです。左半分の5体は全て銀河関連のフィギュアって感じですね。まずはウルトラマン銀河、もちろん今回も怪獣図鑑カードが付いてます。しかも銀河は身長体重出身って全部不明なんですよね。まあいろいろと謎のウルトラマンですからね。そしてこのヒロイックなポージングが結構いいです。色分けはしっかりしてるんですけど、なぜか僕の銀河は鼻の部分に水色の塗料がついちゃってます。で、裏側もそこそこ色分けされてますね。続いてジャンナイン。ジャンナインのカラーリングって結構細かいんですけど、これすごいですね。ツートの部分がしっかり色分けされてますね。ポージングもかっこいいですし、裏側もしっかりしてます。このメカメカしい造形までちゃんと再現してるんですね。顔は若干曖昧ですけど、まあ、ほとんど気にならないですね。次はサンダーダランビア。岩っぽい肌の質感すごいですね。ウルトラ怪獣500より色分けされてるんじゃないかと思いますね。この腕とかは動きそうなんですけど、ポージングは完全に固定です。そして僕の大好きなブラックキングですね。これ写真のブラックキングを完全再現してますね。これいいなぁ。ブラックキングよくできてるなぁ。後ろの肌の質感の違いとかもしっかり再現されてますし、この何とも言えない表情も作り込んであります。やっぱり細かい造形はウルトラ怪獣500よりテレビのデザインに忠実って感じです。そして最後はバルティ星人です。バルティ星人はまあ無難な出来上がりですね。200円のガシャポンのバルティ星人がかなり良かったので、それに比べると少しインパクトはないです。そしてもちろん今回のラインナップに付属しているこの怪獣図鑑カードにもライブサインが付いてますので、銀河スパークでウルトライブしたいと思います。まずはウルトラマン銀河からいきます。いつものキラキラ音ですね。続いてジャンナイン。主役クラスなのに相変わらず個別音声が入ってないです。次はサンダーダランビア。サンダーダランビアも個別音声が入ってないんですね。続いてブラックキング。ブラックキングはちゃんと鳴き声が入ってます。そして最後はバルキー星人。バルティ星人も個別音声は収録されてません。銀河で結構活躍してたこの3人が個別音声が入ってないんですね。はい、ソフピヒーローと並べてみました。やっぱりサイズ感は結構小さいですね。それでも銀河とかジャンナインのポージングが結構かっこいいので、僕はかなり気に入りました。でも一番いいのはブラックキングでしたね。それでウルトラ怪獣図鑑の全10種類を全て紹介しました。改めてこうやって並べてみるといい雰囲気が出ますね。ただ今回のラインナップではウルトラヒーローがティガダークと銀河しかいなかったので、このシリーズでもっとウルトラヒーローが出るといいですね。本当にかなりいい出来だったので、同じシリーズがまた発売されたらすぐにレビューしたいと思います。以上、食玩ウルトラ怪獣図鑑全10種類の紹介でした。